はい、じゃあまず、ハーディ・ワインベルグの法則の基本の確認からですね。まずハーディ・ワインベルグの法則とはどんな法則かっていうと、一定の条件が満たされた場合、集団のほにゃららが変化しないよという法則なんですが、はい、集団の何が変化しないの？この条件があったら、集団の何が次世代になっても変化しないよって法則？形質？集団の遺伝が変化しないってどういうこと？さあ、行くぞ！遺伝子頻度でしょ？まずこの言葉をちゃんと知らないとダメです。遺伝子頻度の簡単な説明すると、まあ、対立遺伝子っていうのは、まあ、ラージ A とスモール A とね、例えば二重と一重とかね、ストレートとテンパとかさ、こう対立してる遺伝子ねについて、もしラージ A ラージ A 同士だったらラージ A しか誕生しないから確率は1でしょ。ラージ A スモール A からだったらラージ A とスモール A は2分の1の確率で誕生するよね。スモール A スモール A からスモール A は確率1でしょ。じゃあ例えばある、遺伝子プールの中に、例えばラージ A ラージ A 対ラージ A スモール A 対スモールスモール A の、個体が例えば4対5対1の割合でいますと、うん、4対5対1の割合でいるとき、この個体群中の、これがある個体群ね、じゃあこの個体群中のラージ A スモール A の遺伝子頻度はと、と聞かれたら、ね、ラージ A からラージ A が生まれるのは確率1、ラージ A スモール A からは2分の1、2分の1、スモール A スモール A からはスモール A が1の確率で生まれるってことなので、まあ、ラージ A に関して言うと、まず全体の、まずこいつでしょ、10分の4でしょ、こいつかける、ここからラージ A が生まれる確率は1だから、かける1足す、はい、ラージ A スモール A が全体の2分の1でしょ、まあ、10分の5にしようかも、計算は10分の5から生まれる確率が2分の1、でここからは生まれないってことは、答え計算すると10分の4足す20分の5だから20分の13かな、うん、これあのいちいち約分しなくていいから、うん、きれいになるとは限らないんで、ってことは、まあ、スモール A 計算しなくても分かるよね、20分の7でしょ、まあ、一応計算しても合うはずだけどね。スモール A の計算式ちなみに言える？うんうん、10分の5だね、これね、10分の5かける2分の1足す、そうこいつの1ね、は20分の7と、だからまあ遺伝子頻度大体小数で出すんで、小数でラージ A が遺伝子頻度が 0.65、 スモール A が 0.35 と、これが遺伝子頻度、それぞれの対立遺伝子の遺伝子頻度の出し方ね。大丈夫？はい、これはね、ずっと変化しませんよってのは、これ条件があるんです。条件ないと変化しちゃうんですと。じゃあその条件って何ですかと、
集団が十分にまず大きいことね。うん。何の影響を無視できるの？そう、遺伝的不動の影響を無視できると。じゃあ遺伝的不動って何？偶然によって起きる遺伝子頻度の変化ね。だからそんなに起きない。でも集団が小さいと3つしか対立遺伝子なくて、1個が偶然に起きちゃったらもう3分の1だからすげえ割合に影響するけど、100万個の中の3個とかだったら別に大した数か考えないでしょ。はい。で2つ目が、そう、突然変異が起きない。3つ目が、任意交配が行われると。まあ自由交雑ってことだよね。自由交雑とか自由交配とか、あと任意交配とも、任意交雑とも言ったりするね。全部同じ意味ですからね。が行われると。で、はい、個体の異質入が少ない。入ってきたり外に出たりするのが少ないと。少ないじゃない、ごめん、ないね。少ないじゃダメです、ないです。うん、個体の異質入がない。で、自然選択が起きないと。まあ、自然選択が起きないところは、つまりどういうことかっていうと、個体によって生命力、まあ、つまり生存力とか、あと繁殖力に差がないってことね。で、個体の異質入がないっていうのは、他の集団との入れ替えがないってことね。これが条件です。この5つの条件全てが満たされた場合、集団の遺伝子頻度が変化しないよってことを、見つけたのがハーディさんとワインベルグさんね。これ別々だからね。これハーディ・ワインベルグって名前じゃないからね。ハーディさんはイギリス人で、ワインベルグさんはドイツ人かな、まあ、ベルグだから、うん。まあ、これがまず分かってないとハーディ・ワインベルグの法則の問題が解けない。で、まあ生物は本当に計算問題っても出るの決まってるんで、はい、これはまあ出たら確実に点を取りましょうというところですね。じゃあ問題に行きましょうか。問1、下線部 A の条件について誤っているものを次からすべて選べ。丸1、十分に大きな集団である。これは合ってますね。丸2、突然変異がある一定の割合で生じる。×ですね。うん、突然変異は起きないんですね、うん。で、3番、自然選択が働かない。丸ですね。4番、集団への移入や集団からの移出がない。丸ですね。個体間の繁殖力に差がない。はい、個体間の繁殖力ってどれだったっけ？そう、自然選択ね。自然選択ってのは、ね、個体間の繁殖力と、あと生命力。に影響がないよ、あのに差がないよってことね。個体間の繁殖力と生命力に差がないよっていう5番なんで、答えは2番ですね。これ間違ってるもんなんだから、全てって書いてあるけど2番しかありません。引っ掛けですね。はい。問2、ある植物の種子を丸型にする有性遺伝子をラージ R、 シワ型にする劣性遺伝子をスモール R とすると、まあ、つまり対立遺伝子ですね、これ。で、ハーディ・ワインベルグの法則が成立しているこの植物集団内で、自由に交配が行われた時の
ラージラージ、ラージ R ラージ R 対ラージ R スモール R 対スモール R スモール R の比率として正しいものを次から選びなさいと。ただしラージ R スモール R の遺伝子頻度をそれぞれスモール P スモール Q とする。